越前鉄道株式会社は、福井県福井市に本社を置き、福井市から勝山市、堺市を結ぶ鉄道路線を運営する、福井市、勝山市などが出資する第三セクター方式の鉄道事業者である。略称、通称は、越鉄。かつて、京福電機鉄道が、福井県下で運営していた越前本線及び三国あわら線を、引き継いで運営するために設立された。 1992年、京福電気鉄道が、越前本線の東古市駅勝山駅間と、永平寺線の廃止、バス転換を表明。これに対し1997年、福井県と沿線市町村が、越前本線及び、永平寺線存続のために、京福越前線活性化協議会を設立し、行政支援や利用促進策を講じることになった。そんな中、 2000年12月17日に、越前本線四比の坂駅東古市駅間で、2001年6月24日に、越前本線安田駅発坂駅間で、半年間に二度も電車同士の列車衝突事故を起こし、全線で列車運行を停止した。そのため終止悪化により、福井鉄道部の事業継続が困難になったとして、同年10月19日に廃止届を、 国土交通省に提出した。福井県は、越前本線、三国あわら線を、地域の足として、第三セクター方式で存続させることを決め、2002年に、越前鉄道を設立し、国土交通大臣より2003年1月17日付で、京福電気鉄道の越前本線、三国あわら線に、関する鉄道事業を譲り受ける認可を受け、 同年2月1日に開業した。この譲渡を受け、越前本線は、勝山永平寺線と解消したものの、永平寺線は、終始の好転が見込めないことから同日付で、廃止された。同年7月19日、事故以来休止していた勝山永平寺線の福井駅、永平寺口駅間、三国あわら線の福井口駅西長田駅間で特別列車を運行。 翌20日から正式に営業を再開した。同年中に三国あわら線、勝山永平寺線の残る区間も正式に営業を再開した。営業再開時には自動券売機が全廃され、駅での切符は購入年齢層を把握するため、すべて窓口の係員、または社内のアテンダントから購入するスタイルに改められた。なお、2020年春には福井駅に 自動券売機が設置されたが、今後他駅での設置や増設は予定していない。2016年3月27日、フェニックス、田原町ラインとして、三国あわら線の和室か、張原駅から田原町駅経由で、福井鉄道、福武線越前竹尾駅との間で、相互直通運転を開始した。今後の北陸新幹線の開業に伴う、 福井県平行在来線準備への西日本旅客鉄道北陸本線の経営館に先立ち福井県議会では当社と福井県平行在来線準備そして同じく福井県内の第三セクター鉄道である福井鉄道との経営統合も含め三社のあり方について検討している2020年6月には 線路の保守に関わる資材及び工事を越前鉄道と福井鉄道が共同で発注することについて合意が成立していることが報道された。営業路線の詳細な歴史は越前鉄道勝山永平寺線及び越前鉄道三国あわら線を参照路線図系復時代の形式称号は電動車が模は電気機関車が敵と名乗っていた。越前鉄道移管後は電動車が MC、電気機関車が ML に変更されている。モーターカーは MCR と表記される。車号の書体は、阪神電気鉄道で使われているものと同じものが、使われている。車両は二両固定編成の MC7000 型と、すでに廃車になった MC2101 系の一部編成を除き、すべて両運転台式の単行車両である。以下で、車号間の記号は、 編成やユニットを組む車両、引く記号は範囲を表す。例、6101プラス6102、6101と6102、からなる、編成、6103から6112、6103から6112、まで。現有車両、編集電車、編集電気機関車、編集導入予定車両、編集過去の車両、編集電車、編集電気機関車、 編集車両数の変遷、編集勝山英平次線、三国あわら線の昼間の列車には2003年の各線の運行再開時より、乗車券の販売、回収や観光、接続案内の車内アナウンス、高齢者などの乗降時のサポートを行う、女性客室乗務員が乗務している。一般的な車掌とは異なり、扉扱いや出発合図などの列車を操作する、業務は行わない。 ただし昼までも一部の列車にはアテンダントが乗務しない場合がある。具体的な乗務列車や乗務区間は非公開である。かつて m c 線1 0 1系、2201系、2101系のアテンダント乗務列車には側面に赤字に白抜きでアテンダントと書かれたサボが掲出されていた。2008年1月18日。 越前鉄道開業時からアテンダントとして勤務しているチーフの島田育美がその仕事の様子や営業再開までの道のりを綴ったノンフィクション本ローカル線ガールズが全国発売されて以後、朝日新聞の人、欄、関西版、有刊、プラット沿線機構、関西ウォーカー、テレビでは日経スペシャルガイアの夜明けなどで取り上げられた。 2018年11月には越前鉄道のアテンダントを主人公とする映画、越鉄物語渡し、故郷に帰ってきました。が公開された。福井鉄道との乗り継ぎ運賃割引を2012年10月1日から実施している。路線により適用条件が異なっている。三国あわら線勝山永平事線詳細は、 公式サイトのお得な企画切符情報を参照。いずれの企画乗車券も三国花火大会が開催される8月11日は利用対象外となる。1日フリー切符土曜、日曜、休日限定で越前鉄道全線が乗り放題となる。販売価格は大人1000円。越鉄サポーターズクラブの会員の場合は割引が適用される。福井鉄道。 越前鉄道共通1日フリー切符土曜日曜休日限定で越前鉄道全線と福井鉄道福武線全線が乗り放題となる。販売価格は大人1400円。越鉄サポーターズクラブの会員割引機の対象外。あわら温泉宿泊フリー切符あわら温泉の指定ホテル旅館宿泊者が対象で2日間乗り放題となる。 前述のフリーキップとは異なり平日も有効となる。2日で2000円と割安で、かつ宿泊施設で1000円をキャッシュバックされるという仕組みだが、宿泊のチェックイン時に受けることになっている懸命上の割引がないと2日目は無効となる。三国花火大会が開催される8月11日を有効期限に含む8月10日、使用開始分と8月11日使用開始分は、 発売対象外となる。越前鉄道では2020年にキャッシュレス決済を導入した。一部の友人駅の窓口でクレジットカード7個クイスプに対応しているが交通系 IC カードには対応していない。また、車内での決済は現金のみとなっている。キャッシュレス決済対応駅などは以下の通り。定時運行バスデマンドタクシー。 ありがとうございます。